川勝知事は昭和23年生まれの75歳、大阪生まれ、京都育ちである。早稲田大学卒業後、オックスフォード大学へ進学し、博士号を取得している。2009年7月、静岡県知事選挙に立候補し、当時の民主党の応援を受け初当選。その後再選を果たし、現在4期目である。静岡空港は富士山の見えるところに空港があるべきだという考えのもと、積極的に誘致活動を行っている。リニア新幹線に関してはリニア推進派であると発言しているが、大井川の水量対策や生態系への影響が払拭されないとして、いまだに着工を認めていない。川勝知事は学生の頃に毛沢東選集全巻を読み、毛沢東に傾倒している。2010年には習近平副主席と会談もしている。2019年には G20 外相会合で訪日した王毅外相とも面会しており、親中派である。2024年4月、6月に会終了後に県知事の辞任を表明した。